おお、ちょっと。いやー、やっとはまりました。上のあそこのね、17はまって、下も、ここね、見える。見えないか。見えねえな。この向こう側にも。いや、前後左右上下にね、めっちゃ振ってグリ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 、車体が水平だったらね、もっと楽なのかもしれないけど、まあ、あとはこれで、残り1本、エンジン向かって左の上がボルトなんで、これを突っ込んで締めたらエンジン乗せるのはとりあえず終了で、あとキャブ戻してって感じかな。いや、疲れた。ようやくほぼ乗りました。あとはエンジンチンちゃんと固定してヒーターホースつけて、あと下のねオイルパンが今外れてるんで、ガスケット組み直してオイルパンつけてオイル入れたら始動ですね。とりあえずうまい具合にゴムも、はまりましたんで、綺麗になりました。あとサウンドボード取ったからちょっとなんかエンジンルーム明るくなったかな。いやー、やっぱ一人でやると結構ね、慣れないで大変ですね。純正のまんまだったら多分そんなに苦労しないと思うんですけど、やっぱりこのねツインキャブでしかも48の IDA だともうスペースがなさすぎてもう手が回らない。整備性は純正の方が抜群にいいですね、やっぱりね。というわけで、始動と、あと走行のインプレッション的なやつはまた別の動画にしようと思いますんで、天気がいい日にでも撮ろうかなと思います。では。